ソフトバンクグループソフトバンクグループジャパンソフトバンク A ホールディングス Z ホールディングスペイペペイペ株式会社はソフトバンク株式会社とヤフー株式会社の合弁会社として設立された日本の企業2018年6月15日設立 QR バーコード決済サービスペイペを運営する中国の電子商取引企業アリババが 多額出資するインド最大の決済サービス企業、p a y p m と連携し、2018年10月に日本で QR バーコード決済サービス、ペイペイを開始した。2021年3月時点で3800万人のユーザーと316万箇所の加盟店を持つ。ヤフー株式会社は2002年よりヤフージャパンの有料サービスの決済を管理するサービスとして、 ヤフーウォレットを提供しており、2016年4月の時点で3300万人以上のユーザー登録数を要する国内最大規模のオンライン決済サービスとなった。ヤフーはこのユーザー基盤をもとにリアル決済への参入を意図し、2018年4月にバーコード読め取りによる税金、公共料金決済を開始、ついで2018年6月には実店舗で QR コードを消費者が提示し、決済を行うコード支払いを開始した。中国におけるアリペイや微信室系による QR コード決済の爆発的普及を見て、LINE が l i n e ペイを、楽天が楽天ペイをそれぞれリアル店舗決済に対応させるなど、IT 系企業のリアル店舗決済への参入が相次ぐ中、2018年7月27日にヤフーは、 同じソフトバンクグループ参加である電気通信事業者ソフトバンク株式会社と設立した合弁会社ペイペ株式会社から2018年秋にサービスを開始すると発表した。2018年11月22日、2018年12月4日から総額が100億円になるまでペイペで支払った購入額の20%全ユーザーヤフープレミアム会員。 ソフトバンクと i イモバイルのスマホユーザーそれぞれ1、40、1、20、1、10の確率で10万円を上限とした購入額全額がチャージ残高としてキャッシュバックされるキャンペーンを行うことを発表した12月13日、還元額が100億円に得た市キャンペーンが終了した朝日新聞では開始わずか10日と報道された二千十九年一月十九日には 福岡や福岡、ドームでショップや売り子、ワゴン販売などにペイペイを導入し野球観戦のキャッシュレス化を推進することを発表した。2020年度からは福岡ドームのネーミングライツ権を取得。名称を福岡や福岡、ドームから福岡ペイペイドームに変更した。2019年2月4日、2019年2月12日から2度目の100億円。 キャッシュバックキャンペーンを実施すると発表したが、前回の施策が超短期間で終了し利益を享受できたユーザーが限られてしまったこと、口述するユーザーによる悪質な利用方法を懸念し、購入額の最大20%はそのままに、決済1回あたり1000円、月合計5万円の上限を設けた。こうした大々的なキャンペーンによって、急速に知名度を上げ、 キャッシュレス決済では後発にもかかわらず、サービス開始から4ヶ月で400万人のユーザーを獲得した。この成長率は、ヤフー史上最速の急成長とされた。これを踏まえ、ソフトバンクグループでは2020年、PayPay ペペをグループにおける金融サービスの軸と位置づけ、ソフトバンクグループの提供する金融サービスのブランド名及び運営法人名をすべて PayPay ペペに統一し、 各事業のペイペイとの連携を強化する方針を明らかにしている。2021年3月1日、同業の決済サービスを提供している LinePay を運営している Line と Z ホールディングスが経営統合したのに伴い、2022年4月をめどに LinePay をペイペイ統合することで協議を開始したことを発表した。なお、LinePay は、 日本国外でも決済サービスを展開しているが、海外では引き続き、LINE Pay がサービスを提供することで調整している。2018年10月5日にスマートフォンアプリ、ペイペイを公開し、日本でサービスを開始した。ソフトバンクビジョンファンドより出資を受けている、インド最大の電子決済企業 Pay より、技術提供を受け、同社の持つバーコード QR コードベースの技術をもとに、 ユーザー読み取り方式、店舗読み取り、方式の双方のサービスを提供する。PayPay ペペ専用アプリのほ Yahoo Japan IDE を連携させることで、Yahoo Japan アプリからも利用できる。法日中国人旅行者向けに、アリペイからの決済にも対応しているが、アリペイ決済は加盟店が別途、アリペイの審査に通る必要があり、使用できる店舗は一部に止まる。 店舗側のペイペ決済手数料をサービス開始から3年間は無料とすることも合わせて発表された。アリペイ決済は2019年9月30日まで決済手数料が無料となる。ヤフーウォレットの実店舗スマホ決済機能は今後提供を中止しペイペに統合することも発表された。ヤフージャパンのサービスで付与する期間限定 T ポイントもペイペに変更された。 当初は2019年4月に変更予定だったが、後に延期すると発表し、5月31日に、改めて8月から、ペイペボーナス、または、ペイペボーナスミニの付与に変更すると発表した。2019年9月30日、資金移動業の登録を完了したことにより、現金へ払い出し可能なペイペマネーの取り扱いを開始し、従来のヤフーマネーは、ペイペに統合された。 銀行口座への出金は100円から可能で、ジャパンネット銀行の口座へは、手数料無料。それ以外の金融機関には100円の手数料が、発生する。鉄道、バスでの決済鉄道事業者で初めてペイペ、車内生産を導入した長良川鉄道の列車ペイペ、車内生産を導入した八明運輸の路線バス。日本の鉄道やバスにおいて、運賃支払い方法として、 ペイペイを導入する例が2019年頃から徐々に増えている。導入コストが高く、小規模事業者には導入が難しいクレジットカードや交通系、IC カードの隙をつくように地方の公共交通機関でサービスを拡大している。鉄道バスペイペイ4ビジネスは、加盟店向けの決済管理システムである。単にダッシュボードとも言う、PC などのブラウザから、 ログインすることで、PayPay 決済に関する管理機能が使用できる。取引履歴や売り上げ、平均単価、返金、入金、固定金額の QR コードを作成、QR コードのダウンロード、ロゴの登録、CSV ファイルへの出力など、あらゆる操作はここで行うことができる。2019年7月26日には、スマートフォンやタブレット端末で動作するアプリ版が、 リリースされた。アプリ版は、ブラウザ版と同等の機能に加え、客が提示した QR コードを読み取る、ストアスキャン方式の決済に対応している。2019年11月20日からは、ペイペーマイストアがサービス開始された。この機能では、店舗をフォローしているフォロワーに向けて、情報を発信したり、店舗独自のクーポンを配布するなどの、来店誘導機能が利用できる。 またフォロワーの数や投稿されたレビューを確認できる。ペイペフリマは、ヤフー株式会社が運営する2019年10月7日にサービスを開始したフリーマーケットサービス。ペイペの残高で商品の購入ができるほか、すべての商品の送料は出品者が負担するとしている。発送手段は、匿名配送である u ーパック、u ーパケット、ヤフネコ、パックに対応している。 ペイペモールは、ヤフー株式会社が2019年10月17日にサービスを開始したオンラインモール。ペイペの残高を支払いに用いることができる。ヤフーが定めた基準を満たした店舗のみが出店できるとされており、ペイペと同じく、Z ホールディングス傘下のローコ、ゼストーンなどが出店している。ペイペピックアップは、ペイペのアプリ内で事前に商品を注文し、 店舗で商品を受け取ることができるモバイルオーダーサービスである。ペイペアプリ内にミニアプリとして組み込まれている主なサービス。ペイペが提供する機能に加え、サードパーティー製の機能も組み込まれている。それぞれ単独のアプリを入れる必要はなく、ペイペアプリ内で利用から決済までをシームレスに行うことができる。ミニアプリに組み込まれていない連携サービス。 これらはペイペイアプリ内での利用が非対応であり、以下のアプリを別途インストールする必要がある。Z ホールディングスではペイペイ本体以外に金融関連の6社及びサービスの名称にペイペイブランドを順次関する予定である。アリペイのロゴが表記されているペイペイ対応店舗では、アリペイ利用者によるインバウンド決済が利用できる。ただし逆にアリペイ対応店舗を含む、 アウトバウンド決済に関してはペイペ側は期待応である。ペイペはスマートフォンなどのモバイル端末で利用できる。QR コードやバーコードを用いた決済機能が備わっている。支払い方法には銀行口座からチャージして使うプリペイド方式のほかクレジットカードと連携させて支払う機能などが備わっている。一部の国際ブランドでは ビジネスカードを連携させることも可能である。他にも、電子レシート、友達への送金機能、公共料金の請求書払い、外部サービスとの連携によって配車サービス時事や、コカ・コーラ社の自販機などにも対応している。また、かつては、ヤフージャパンアプリからも利用できたが、2020年3月12日をもってサービス終了した。三万円以上の高額決済では、 クレジットカードで一般的に行われるサイン確認や暗証番号システムがないため運転免許証やパスポートなどの身分証明書の提示が求められる。主な新機能の追加、大きな修正などを記述。Android 5.0、iOS 11.0、iPadOS 13.1以降、WatchOS 5.0以降のオペレーティングシステムを 搭載したスマートフォンやタブレット端末、スマートウォッチで動作する。QR コードを読み込むためのカメラへのアクセス権限、データ通信環境が必要である。PayPay ペペマップで現在地を検索するには GPS を用いた位置情報取得権限が要求される。IC チップを用いた非接触決済プラットフォームとは異なり、二次元コードをベースに決済するシステムのため、 フェリカや NFC が非搭載のモデルでも使用できる。iPhone の場合は2013年に発売された iPhone 5S 以降の世代に対応。これより古い iPhone 5C 以前の世代は iOS10 でサポート終了したため非対応。Android 端末の場合はモデルにより OS バージョンもアップデートポリシーも異なり少々ややこしいが Android 5.0搭載スマートフォンが発売され。 始めたのは、おおむね2015年以降である。アップデートにより、Android 5.0までサポートされた、最も古いモデルは、2012年に発売された Nexus 4までである。設定画面からバージョンを確認できる。Android 端末一覧や、Android のバージョン履歴も参照。また Android 版に関しては、Google Play 開発者サービスが必要となるため、 ファーウェイのメイト30、プロ 5G など、Google モバイルサービスの認定を受けていない端末では、アップックファイルから強制インストールしても利用できない。決済における支払い機能は様々な方法があるが、残高にチャージする方式では、大きく分けて4種類の残高に分類されている。残高の種類によって、送金や出金の可否、有効期限などの機能に違いがある。 サービス開始以降、PayPay ペペを経由して、クレジットカードが不正利用された報告が相次いだ。PayPay ペペにクレジットカードを登録する際に、セキュリティコードの入力を何度間違えてもロックがかからない仕様となっており、適当な番号で無差別に入力すれば、クレジットマスターにより、他人のクレジットカードが不正登録できてしまう、セキュリティの脆弱性が存在した。このためペイペを利用していなくても、 クレジットカードを持っている利用者であれば、誰でも PayPay ペペを経由して、不正利用されてしまうリスクがある。ただし、PayPay ペペの後の調査によれば、セキュリティコードを20回以上間違えて、登録に至った件数は13件。このうち決済の利用があったのは9件。これらは全て本人による登録及び利用で、いずれも不正利用ではなかったことの確認が取れているという。 2020年9月に発覚した複数の電子、決済サービスを利用した不正引き出し事件で、ペイペからも不正引き出しが確認された。2020年12月時点でペイペからの不正引き出しは18件、金額は2653,041円。2020年12月7日、最大20076,016件の加盟店情報が漏洩した可能性があると発表。 2020年10月18日から12月3日までの間、当該情報へのアクセス権限の設定不備が存在した。2020年11月28日にブラジルからのアクセスが発生、12月1日に外部からの連絡に基づき調査、12月3日までにアクセス遮断措置を実施し、12月7日に発表した。 漏えいした可能性があるのは加盟店情報で、具体的には、加盟店の店名、住所、連絡先、代表者名、代表者性年月日、契約日、売上振込先、営業対応履歴、加盟店営業先の店名、住所、連絡先、代表者名、営業対応履歴、当社従業員の氏名、所属、役職、連絡先、当社パートナー、 代理店の社名、連絡先、担当社名、売上振込先、加盟店向けアンケート回答者の氏名、電話番号、メールアドレス。ありがとうございます。